尾道商店街のドビンドビンは、かつて、広島県尾道市で観光ガイド券と呼ばれ、尾道商店街や石畳の古寺巡りコースや、仙光寺のあたりでよく見かけた犬。1993年生まれのメスの雑種。もともとは、ロビンという名前だったが、いつしか名まって、ドビンと呼ばれるようになった。元の飼い主が1997年に、福山市に転居した後、 尾道出地道の医療品卸し会社社長に引き取られる。以後、中堅、八甲のように JR 尾道駅前で元の飼い主の帰りを待つうちに観光ボランティアの男性になついて仙皇寺三南斜面などの古寺巡りの観光コースへと同行するようになる。そして、いつからか土瓶単独でも観光客を先導して歩くようになり、 その姿がまるで観光ガイドをしているように見えたことから観光ガイド犬と呼ばれるようになった。以降その姿がメディア上で幾度も取り上げられ全国レベルで大幅に知名度が上がったことからおのみち観光の名物となった。一方では物珍しさに不用意に餌を与える人が増えたせいもあってか年々太っていった。それ以後は健康に配慮してか首輪には 食べ物は絶対与えないでくださいという注意書きの記載されたタグがついていた。普段の生活は、日中は駅前商店街を自由行動したり、先行寺山頂付近へも単独で散歩するなどしていた。また商店街の多くの人の手により餌をもらったり、ブラッシングを受けるなどの世話も受けていた。長い間ブログなどでは、ハンノラの放浪犬というような設定とされていたが、 実際は前日のような状況であったのと、狂犬病の注射を受けるなどの畜犬登録もされていたので法的にも飼い犬扱いであり、一般的な認識で言うところの野良犬というものではなかった。2010年6月末より体調を崩し、療養中だったが、7月3日5時30分に営民、18歳であった。その他、ペット大集合、ポチタマ、 広島県内のローカルニュースなどにも出演歴あり。死後の不報も、新聞やネット上のニュースなどで、数多くで報じられた優しさ、頑張りに感謝尾道のガイド兼ドビン、天国へエ主 ASAHI.com2010 年7月4日、尾道市観光ガイド兼ドビンの自然国からメッセージ山津、ま、広島 MSN、産経ニュース2010年7月28日。 名物剣の死に冥福祈る尾の中国新聞2010年7月4日。ありがとうございます。